はい、どうも、呼び乗りの匠です。今日からですね、1週間生活の様子を撮っていこうと思うんですけど、ちょっとね、動画映えするところがあるか、不安ですが、なるべくね、自然体のままで、ありのままを撮っていこうと思います。ということで、1週間、始めちゃおう。はい、ということで、早速ですが、今日はですね、明日の撮影に備えて授業の準備をしていきたいと思います。今日やる内容はですね、線形代数の準備ですね。今日準備した内容で、線形代数の連続講義が全部ね、終了するので、気を引き締めてね、やっていきたいと思います。普段はですね、こうやってまあ部屋にこもって授業の準備をするんですが、何かね、構想に詰まるところがあったりとかしたら、家の周りをね、ひたすら散歩したりします。たまにね、本当に何も無計画で歩くんでね、気づいたら知らないところにいて、家に帰れなくなることが多々あるんですが、今日はそれがないようにですね、なるべく頑張ります。では、準備していきましょう。はい、今日はですね、週に一度の撮影の日ということで、普段借りてる会議室に来てます。これがですね、普段使ってるカメラと、黒板です。そしてですね、この部屋は結構ね、撮影機材が充実していて何でも使える状況になってます。ということでですね、撮影の日はですね、結構10時間ぐらいこの部屋に閉じこもるので頑張って撮影していきたいと思います。それではゴーレッツラ。ファボゼロのボケすんな。いや、ファボゼロのボケすんな。いや、ファボゼロのゼロベクトルだと左辺がゼロベクトルになって、でこっち側もゼロベクトルになるから、まあ当たり前になっちゃったね。そういうのを排除するために、固有ベクトルはゼロベクトルじゃないとします。そして大事なのは、この固有値、いや、ファボゼロのボケすんな。さあ、ということでね、今回の授業はこれでおしまいにしたいと思います。次回の授業も楽しみに聞いてください。お疲れ様でした。はい、ということで撮影が終わったので、今日撮った動画のデータを編集担当のやすくんに送ればですね、今日の仕事はおしまいです。もう最近はね、動画のコメント何もねつけなくても、そのあっちがね、全てうまく汲み取ってくれて、一本のね YouTube の動画にしてくれるので、すごくね助かります。ということで、今日のお仕事はおしまい。バイ。はい、ということで、今日はね、ボルダリングの先生とですね、ボルダリングに、来てます。よろしくお願いします。今日は全然、僕はもうボケカスです。いやいや、先生、最近ハマってること何かあります？ボルダリング以外で。いや、使い分けない。では今日、ボルダリング頑張りましょう。やりましょう。はい、行きます。いやー、ありがとうございます。うまい、そうそうそう、ガンバ、それ、そうそうそう、そうです。はい、どうも、今日はですね、外出する予定がないので夜にライブ配信をしようと思ってるんですが、それまでの時間は自分の趣味である読書をしていきたいと思います。自分は本当に本屋さんが大好きで、1週間にね、3、4回行ったりするんですが、そこでまあついね、本をたくさん買ってしまうんですよね。で、最近買った本をですね、紹介したいと思います。まず、なんといってもですね、この本を紹介したい。ドン！肉の辞典。これ、全部オールフルカラーで1600円っていうすごいいい本なんですけど、最近焼肉食べるのにハマってて、で、焼肉屋さんに行った時に、肉の部位をね、知らないと、結構そのなんとなくで頼んでるところがあって、フルに楽しんでないんじゃないかなと思ってね、購入しました。本当にめちゃくちゃね、詳しく書かれてるので、これを全部ね、今日読破したいと思ってます。そしてですね、2冊目が、これ、散歩の草花図鑑です。まあ言ったら、その身の回りにある雑草について詳しく書かれているんですが、なんかね、その、謎に雑草に親近感を覚えるのか、すごい感情移入して読んでしまう、本です。ちょっと何言ってるか分かんなかったな。あと3冊目が、これ、量子コンピューターが変える未来と。実はこれ本屋さんで買ったわけじゃなくてですね、知り合いの大関先生に検本をしていただいた本なんですが、これも今日読んでいきたいと思います。では早速、読書、スタート。
ごいな、イノシシの部位まで書いてある。はい、ということで時間になったのでライブ配信を始めていきたいと思います。今回ですね、初めてこの新しいマイクを使うのでちょっとね不安なんですよね。前までにボブだったのでね、ということでですね、高音質でライブ配信ができるように祈って始めていきたいと思います。はい、どうもこんばんは。始まってますかね。最初に謝らせてください。5分間ね、遅刻をしましたね。これがいわゆるね、時間の遅れというものですが、全然ね、面白いこと浮かばないので始めていきたいと思います。このライブ配信の中でもう吸い込ましたんで頭に、いいですかね。じゃあいきます。あなたが今心に浮かべてる力は重力。ファボゼのライブすんな。ありがとうございました。はい、ということでですね、1時間に及ぶライブ配信が終わったので、今日はね、これで活動をおしまいしたいと思います。それでは、おやすみなさい。はい、今日はですね、外出する日なんですが、こういう時はですね、大体自分は1日の予定を縦にバッと詰めるので、怒涛の1日が始まると思います。はい、ということで時刻は12時ですね。まず最初にトレーニングに行きました。パーソナルトレーナーの松浦さんです。今日もお願いします。お願いします。今日も頑張りましょう。いや、筋トレの下のテンション、お尻つき足して、お尻つき足、膝開いて、思いっきり膝開いて、はい、お尻締め、お尻締め、1、あ、いけますね。はい、しならせて胸、ね、膝開いて、はい、お尻締める、ちょっと浅い、2、次ラスト。時刻は15時ですね。今から分断 TV っていう YouTube チャンネルで、3分書評授業っていう、ね、動画の収録をしてきます。はい、ということで今回紹介するのは道尾修介さんのカエルの小指という、小説です。この本は何といっても道尾さんの大ヒット作品、そして自分が大好きなカラスの親指の続編です。時刻は17時ですね。今から新しく出す予定の本について出版社の方と打ち合わせに行っていきたいと思います。はい、ということで今20時なんですが、今からですね、夜ご飯を食べに行きたいと思います。そして一緒に食べに行くのが、この方です。いや、背高いな。いや、傾ければいいから。いや、横移動しかできないわけじゃないですよ。むしろちょっと下げてるし。いや、これで合わせてもいいんだよ。はい、クラブの大島さんです。傾ければいいの。はい、ちょめちょめクラブの大島です。はい、はい、これからそうだと思います。はい、ということで自分のご飯が来ましたが、これジョナサンのパスタで麺増量でエビ2倍っていうラーメン二郎みたいな頼み方をしてしまいました。そんなのやってる人聞いたことないな。はい、乗れなかったやつね。羨ましいんだろうな。これを今日やりたかったわけですからね。夢の中で、かわいそうなやつを見て見てください。はい、ということです。今、大体時間が22時ということで、今からですね、自分が大好きな芸人さんのお二人のチャンネル、おこたしゃべりのチャンネルで、ライブ配信をしたいと。何の配信じゃないでしょ。何の説明もしないですけど、はい。教育 YouTuber の一日っていう。はい、どうも、ごきげんよう。今日はですね、自分の勉強をする日にしたいと思います。最近自分が興味持って勉強している内容は、まず学生の頃にはね、全く勉強したことがなかった、検論であったりとか、あるいは学生の頃興味があったけど、ちゃんとしっかりね、勉強したことがなかった、統計的因果推論とか、あとはトポロジカル絶縁体のね、勉強していこうと思います。サミットに、行きたいと思います。そこで登壇することになって、どうも、はい、これ編集してもらうから頑張ってる。今
今1週間7日目です。ラストラスト。ちなみに、あ、隠れてる、隠れようとしてる、隠れてないけど、はい、ナイスさんです、一緒に登壇させていただきます。では、行きましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Hey guys! よっしゃー、終わったね。いやここでダメだったらもう今日やめようかな。俺帰ろうかな。今日寝れた。いやー、よかったです、ありがとうございます。でも、僕も林さんのチャンネルの増減いつも見てますよ。俺も見てる、毎日見てる。昨日、まあ、363人プラスで再生数が17万930。これ多分このオープンで調べないけどちょっと気持ち悪いですね。はい、ということでですね、今日のイベント全部終わったので、帰ろうと思います。ということでですね、これがですね、この教育 YouTuber の1週間どういうことでした、お楽しみいただけたでしょうか。また普段の動画もね、見てくれたら嬉しいです。それでは、さようなら。